こんにちは、タケチャンネルです、今回はですね、こちら、アシェットの週刊アルカディア号を作る、こちらの26号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、ちょっとね、今回やる部品はどこにどういう形で付く部品か、ま、僕もちょっとよく分かってないんですけれども、とりあえずやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では26号の作業をやっていきましょう。26号はキールの組み立てということで、艦隊の骨組みであるキールを組み立てるということで、この金属製のパーツを組み合わせていきます。で、前回のね、こっちも使うので、これも出してきて、作業していきましょう。ちなみにこれは今回使いません。はい、これは取り置きですね。ちょっとこれがどこのパーツになるのかがわからんのですが、なんか特徴的だから、これ多分コックピットとかそんなのかなだと思います。はい、なので、こっちの作業をやっていきます。まあ作業はあっという間に終わる感じですね。よいしょ。はい、今回入ってるこのパーツに前回のこのパーツをこういう向きでセットしてあげて、で入ってるネジ4本で固定と。これがね、どういう風に、どういう風にしてどうつくかがね、いまいちよくわかんないんですよね。まあ今も言ってたように、その艦隊の骨組みっていうことで、艦隊の底の骨になる部分だとは思うんですけど、形がすごいね、独特な形をしてるんで、これがどう向きでどういう風についてどうなるのかが、さっぱり見当がつかない。はい、こんな感じで固定してあげます。こっちにももう一個つきそうだな。こっちにももう一個同じ形のもんがつきそうな感じですよね。うん、どうなるんでしょう、わかんない。はい、こんな感じです。はい、そしたら今回の作業はこれで終了で、で次の27号では、艦載機格納庫の組み立てってことで、できれば艦首周りを先にやってほしかったんですけど、そこはほっといて次の作業に行くみたいなので、また次回もね、作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。